来る。行くぜ。あ、かっこいい。おっそすー。聖剣伝説3トライアルズオブマナー続きいきます。マイクロペーサーどうぞよろしく。さあ続いてマナストーンまた探しに行くわけですけれども、まずはブースカブーを呼びましょう。ピーヒャラブエ、来ました。さあということで次はホークアイのいるところやね。ホークアイの故郷の砂漠の町、灼熱の砂漠に行ってみるか。灼熱の砂漠、この辺りの地図が頭に入っています。あ、ほんまに？道案内は任せてください。行けます？俺今適当に進んでるけど、これって別にこっち側ずっと行ったら世界地図的な感じで下から来るね。ちゃんと一周するね。よかった。いやーブースカブーでの旅結構スズハイ版ではこいつにお世話になった気がするけど、なんかすぐに終わりそうやな。言うてる間にフェアリーが手に入るんじゃない。こちらです。おります。砂漠と火山行かなあかんのよね。あーこの音楽懐かしい。砂の都サルタン、名前まではさすがに覚えてなかったけど、ニキータはホークアイがいなかったらやっぱ利用はできないんやったっけ。暑いの？だが体を鍛えればこの暑さにも耐えられるようになるはず。すごいキャラいる。さあマナストーン探しに行くぞ。胸毛すごい。いやはや聞いてくださいよ。実は前に盗賊に財産をまるっと盗まれまして、もうダメかと思ったんですが、家内と娘が応援してくれてなんとか持ち直したんです。今では町の人からも耐えられるようになって、本当にあの時の盗賊にはお礼を言いたいぐらいです。それがホークアイとかじゃなかったっけ。相変わらず踊ってね、どこの町でも。いらっしゃい、いい商品揃えてるよ。武器は一応前買ったし、っていうかお金がないから一旦このままお金ためも兼ねて進んでいくしかない感じやね。別に変わった様子ないよね。ホークアイ主人公でやったらここの家に侵入するミッションとかから始まるんじゃなかったっけ。特に何もございませんね。よし、では精霊探しでこのまま砂漠の方に行ったらいいよね。なんかカウンターがないとすげえ滑稽に見えるな。いらっしゃい、いい商品揃えてるよ。うん、大丈夫かな。ちょっとだけ買えるだけドロップ買っとこうか。ずっと砂漠進んでったら多分忍者出てくるんじゃなかったっけ。砂漠ビルとベンとか、あー、あのサイクロプスみたいなの覚えてる。サイ、あんなにでも紫やったっけ。ここの砂漠で、この砂漠のどこか、ああお前もいたわ。めちゃめちゃここでレベル上げした覚えあんのよね。めっちゃアイススマッシュ使うやん、アンジェラ。確かに。お、パンプキンボム、そんなのも使ってくる。俺一人でも十分だもんな。ああ
マップが、これまた広そうです。南の方まで行く感じですね。お前そんな足紫やったっけ。痛い。やっぱ案の定硬いキャラなんだね。頑張って倒していきましょう。ズーン、29やんけレベル。敵がどんどんスーファイ版よりもレベル高くていらっしゃいますね。ちょっと待って、ここ何、砂が、あこんな場所あったんや。スーファイ版ではこんなんなかったような気がしますけど、お尻が逆に見やすい。ありがとう。こっちに進める。でも何があるのかい。うんうん、すまんな、三段切りで行かしてもらうわ。赤化くちばしやめて。地味に辛いのその攻撃。やば、全員、あ全員石化。初めてのゲームオーバー。直前のセーブデータからスタートです。ちょうどここに来たところからやったわ。助かりました。初めての全滅やったわ。状態異常恐るべし。ドラクエでも、しびれクラゲとかに全員麻痺にさせられてゲームオーバーなって覚えとか、そんな思い出したわ。今度は石化させられませんよ。あんこら、あんこら、やられて止まりますか。あ、怖い。石化くじばし、怖いです。頼むで、みんな凍らんといてや。やば、あ怖い。めっちゃ怖い。多分大丈夫です。焦るわ。でここの行き止まりや宝箱があるだけだのね。頼むぜ。ここはオアシスの村ディーン。なんか一個確かに村かなんかあった覚えはありますわ。オアシス村もう少し邪魔です。どいてください。溜まってない、溜まってない。全部メーターが溜まってるかどうかがちょっと分かりにくいのよね。うんうん、なんかリースの方が強い気がするよね。 OK。 でようこそおいでまっせ。着きました。んー、オアシスの村ディーン、ここでなんかやらなあかんやったっけ。何のために、ん？せっかくだ、強い武器がないか見ていこうぜ。この村全部幻とかそんなことはなかったよね。どうだったかな。いい商品揃えてるよ、またのお越しを。は、別にそんな強い武器があるわけじゃないよね。防具屋さんが、あ、夜になると防具屋が出てくるみたいな、そんな感じだったっけ。ああ、いつもどっちかく寝てやがる。それだけやな。他何も情報はないかな。この村を出て西に進むとやがて火炎の谷。オッケー。そこに行けばいいんやんな、確かな。サラマンダーの日は避けた方がいいですよ。今の曜日ってどこで見ね。看板、この先火炎の谷、危険、暑くて
暑いです。暑くて暑い。このままじゃあ進んでけばええ感じやね。ああいつ金色おったな。金色こいつだけちょっとお金とか多めにもらえんやったっけ。どうやったかちょっと忘れておりますが、ここちょっと砂がズルズルなって対するの大変です。リースちゃん行きましょう。雑魚戦ではこれが一番。あ、なんかアンジェラちゃんがピンチですわ。結構敵の攻撃力が上がってきてるのよね。流されないで、そしてなんか奥見えますね。明らかにここでちゃんと回復してボス戦を行かなあかん感じよね。あれはホークアイのところの美獣とホークアイが好きなやつ多分。あ、こんな灼熱の砂漠で、うん、ビルとベントやんやな。またやめてあげてー。バカな娘。は、呪いを解いてやったんだから少しは役に立ちなさいよ。ひでえやつ。さあビル、ベン、うん、この前の借りを返すんだろ。最後のチャンスをやるよ。最後。待て。はあ、お前たちの相手は我々だ。またお前らと。今度はこの前のようにはいかぬぞ、うん、美獣様に授かった闇の力見せてくれよ。はあ、もう行くぞベン。来る。ミホ野人合体、行くぜ。ああ、かっこいい。憧れたよね、子供の頃ね。あなたたちとここで決着をつけます。ちょっと待って、お前の防御力と攻撃力をダウンさせていきましょう。なんか使ってくれないっぱいな。やれ、はいはいはい、うん、うんうん、硬そうな。ちょっと攻撃だ、なかなか当たらんな。はいはいはい、火力がえぐそうですけど。さあ、はいはいはい、殴るだけ殴ってけ。いいよ。ちょっとすごい思った以上に食らってるな。音の油全員を、あれあれ使えた今。あら、あれ、ポトの油使ったのかな。ドトンが来る。危ない。さすがに強えなビルベン。あ、そんなお前を切って切って、まだまだ切って、あんま減らん。さすがに強い。ポトの油は他のキャラが持ってるとかそんなシステムじゃなかった。回復が足りるかどうか。パックン、よし、はいはいはい。なんかガードしてきよんな。よろしくどうぞ。はいはいはい、あん、強そうです。はい、よし。誰、あ、死んでいる。てか天使の聖杯思ったほか俺持ってねえ。やべえな。はっはっは。ビールとベンに分かれたらあれか、またプロテクトダウンとかせっかくしてたやつが1からなんかな。おいおいおい、溜まってないのか。ちょっともっといっぱい使ってこー、いっぱい使ってこー。半減ダイヤには強いのか。負けてられんわよ
必殺技使ってる間動いてんじゃねえこいつら。おい、ただ回復優先、回復優先です。どこ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 、危な、やるじゃない。今の技は覚えてるよ。はは、はオッケー、ピヨ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 チャンス、よろしくどうぞ。オッケー、ビルがもう、ビルがもう終わったやろ。よし、あとお前行くぜ。あん、ツンツン、ピヨピヨ、オッケー、どこれボコレ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 、終わりだ。ビル、ベン、ウィー、レベルアップ。いや、もうレベル30がマジかよ。ビル・ベン、さようなら。うんじゃない、ホークアイが泣くぞ。それにしても美獣はここで何をしていたのかしら。なんでしょうね。もしかして美獣もマナストーンを狙っている。ようやく気づいた。美獣の目的が何だろうと、私は父の仇を討つだけです。はい、行きましょう。わあ、火炎の谷、はあ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 、ああ、サラマンダーが奥にいるけど、あったな、こんななんか通れへんところ。あさん爆風、こういう感じにされてんやなすごい、なんか火炎の柱みたいなのできてるやん。これ奥行ったらまたボスいたんじゃなかったっけ、火炎の方は。うん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 、新しい敵も出てきてるからな。こんなやつ持ったっけ。うん、じゃっかりガードなんかしやがって。ほら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 、もうちょっとでレベル上がるんだこっちは。ペローン、全身に力がみなぎっています。わかりました。さっき上がったのも含めると結構いけんじゃない。特技でのステータスアップ時間を 100%、 後々はこの辺も上げた方がいい可能性あるんやけど、ちょっとヒールライト早く覚えよう、ディランは。とりあえずはこれで OK。 アンジェラは何がいいかな。知性をもうマックスまで上げたし、とりあえず精神も上げていこうか。ホーリーボールプラス、リースちゃんはこれで力がマックスでございます。いいでしょう。これは何、なんか意味あんのこれ。ボヘめっちゃ食らったんやけ。俺が避けても後ろで後ろであいつらが食らってる感じになってない。またみんなレベル上がったかな。デュランはこれでヒールライト、やっと覚えたわ。味方の HP 回復と、前は精神伸ばして、リースちゃんはまだレベル上がってなかった。ヒールライトをどうやって、これをまずショートカットに登録しといて、ヒールライトでリースちゃんを183か、まんまるドロップぐらいの回復しかないけど、まあまんまるドロップを、なん誰の声まんまるドロップを使わんで済むんかな。
あ、ちょっと待って、落ちんにゃここそんなギミックがまんまるドロップにすられて、はは、この間あの子たちは大丈夫なんですね。俺だけだよね、クラロの。サボテン、こんなところに。変なところおんな、おい。ポピッ、 10% 安くやもんな。まだまだやな。敵強なってきましたよ、だいぶ。なんかセーブがあるから、ちょっとボスの気配が出てきております。ボスな気がします。美獣がいるね。おーい、こんにちは。はこら、待て。おっと、はそれ以上近づくとこの小娘を炎の中に投げ捨てるよ。うん、腕力あるんですか。あ、崩壊、スッとダーツ、開いた。他にも仲間が嫌がったのか。たまたま乗れ、覚えておいで。意外とダーツごときで逃げるやつ。その子は大丈夫か。大丈夫ですか。気を失っているだけのようだが、うん、かなり弱って、彼女は美獣に呪いをかけられていたんだ。うん、なぜか呪いは解かれているようだが、このままでは危険な状態だ。詳しいですね。長い間にわたって呪いがかけられていたため、心と体が弱ってしまっているようだ。はあ、ジェシカ、しっかり。お、ホークアイ。俺はジェシカをディーンの村に連れていく。お、君たちはマナストーンのところへ急げ。美獣の狙いはマナストーンのエネルギーを放出することだ。知ってるよね。気をつけて。気をつけます。俺らよりフェアリーがついてる、俺らより崩壊の方がいろいろ詳しいやんけ。で、あ、もう放出されてます。ボスがでもいるんじゃなかったっけ、ここ。ははははいるがいい。マナストーンのエネルギーを放出したよ。本当ですね。マナストーンの封印を解く金樹の媒体にするために、うん、あの小娘の呪いを解いてここまで連れてきたが、うん、思わぬ邪魔が入った。崩壊？全く役に立たない小娘だよ。やめてあげて。だが代わりにお前たちが倒したビルとベンの魂を使ってやったのさ。あら、そうなの。要は誰でもよかったんだけどね。なんじゃそれ。聖域への扉は我が主黒の貴公子様が開くのさ。この辺が取り合いなのよな。綺麗です、ちょっとマナストーンが。はあ、マナストーンのエネルギーが解放されている。うん、アルテナもそうだったけど、美獣も聖域への扉を開こうとしている。うん、みんなマナの剣を狙っているんだわ。うん、みんな狙ってるね。もしマナの剣が悪しき心の持ち主に使われてしまったら、うん、マナの木は枯れ、世界からマナは完全に失われてしまう。うん、封印されていた神獣が蘇り、世界は、世界は大変。行きましょう。早く精霊たちを見つけて、彼らより先に聖域への扉を開き、マナの剣を手に入れなければ。入れなければ。何も出てこへんかったっけ。ゴゴゴゴゴゴ言うて、あ、普通にもうサラマンダ出てきた。あれ、話は聞いたぜ。あれ、マナストーンをこんなに仕上がって言えるぜ。もうちょっと可愛かったイメージ。おー、燃えてきたぜ。ボン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 言うて、ほんまに燃えてるわ。やる気満々ね。これからもよろしくね。あっさりだな、挨拶。うん、任せすぎ。オラオラオラ、ブーッ、そりゃ仲間になりました。あれ、こんな気やったか。
なんもボスはじゃあ火と水の精霊をここでは出てこへんよね。次はどこへ行けばいいんだ。うん、それならフォルセナの南東にある月夜の森を目指しましょう。月夜の森ってどんなところなのかしら。月夜の森に池とかいうところも教えてくれんやね。簡単になりましたな。お、またサボテン。砂漠結構広いのよね。こことあと2回見つけたらいいものあげる。ありがとう。ああ意外と砂漠行けてないエリアあるもんな。待ち帰ってきたで。このままブースカーブーでいいのかな。防具ってなんか強いもん売ってたんやったっけ。いい商品揃えてるよ。あーちょっと買い損ねてるのがあるけど、いやでも次の月夜の森ケビンがいるところよね。ケビンの生まれ故郷、そこに行ったらまた杖敵が、あ杖武器が売ってる可能性はあるよね。うんピーヒャラー、よろしくブースカブー、うん、行くよ。次行くところはクラスチェンジしてから行った方がいいみたいな言ってたけどさ、こんだけレベル上がら余裕よね。頼んだぜブースカブー。ブースカブー、しっかり準備していきましょう。はい、ブースカブーなんやな。ちょっと発音違ったな。ブースカブー、ブースカブー、どっちでもいいか。でどこらへん、結構ぐるっと回り込んでいかなあかんところやね。こう目的地が簡単に分かるとスーファミの時みたいに全然迷ったりすることがないよね。あそこの氷のところもいずれは行くところよな確かな。主人公がデュランやったら誰を主人公にするかによって最後の方ね体験できるダンジョンが変わってくるっていうのも特徴的よね。制限伝説はこちらで、ここなんかちょっと岩の色違うけど関係ないのね。来ました、おります。獣、狼、うん、獣人、狼たちが大量に出てくるから夜にはあんまり行動せえへん方がいいのよな。敵が強くなっちゃうのよね多分ね。来たよ、月明かりの都ミントス。いい武器防具売ってますかな。獣人がいるって聞いて警戒してたけど、うん、敵意は感じられないわね。この町の人たちは大丈夫ってことやな。こいつらも獣人なんか。どうなんやろ。月夜の森の獣人は人間を襲うはずだ。はあ、油断するなよ。こいつら自体が獣人なんかな。月夜の森は獣人たちの森。ビーストキングダム、うん、ギーストキングダムのビーストキングダムの獣人たちは人間に対して敵を持ってるから下手に踏み込んない方がいいぞ。お前らは人間ってことでいいのかい。じゃあまずは武器防具ですな。相変わらず踊ってるリースさん。この一帯では常に夜が続くそうです。ああそうやったっけ。さあいい商品揃えてるよ。お2段階、じゃあこっちですよね。なかなかの品だな。そしてアンジェラも、あ大事にするわね。もうお金が
結構じゃあちょっとお金ためせなあかんかもな。いらっしゃい、いい商品揃えてるよ。防具も買え、またのお越しを。はい、よし、ちょっとじゃあ、はあ、獣人の森行きながらレベル上げをちょっとしようかな。月夜の森、お金ためなきつそうよね。うん、来ましたね。なんか赤いコウモリ飛んでるね。ワンちゃんいるね。ワンちゃんたちはワンちゃんのままやんな確か。ほんで獣人がどっかに、多分この森のどこかに月のマナストーンがあるはずだ。ああ、なんだか不気味な森ね。幽霊でも出そう。大丈夫、出るのは獣人だけでも十分よ。そう、幽霊は出ない。あ、そんなに強くはねえ。おらい、おらい、おらい。こいつらは全然大したことなさそうやわ。どうも。あ、サボテンが見えます。あそこに行くにはこっちから行けんのか。あー、行けそう。こうか。アクション求めてくるね。オッケー、これで9個目、あと1個で 10% 安くってことは、お金がちょっと少なくなってきた。今の俺らにとっては早くサボテンがちょっと欲しいかもしれんな。いたぞ獣人。そしてなんか変な、あは、変なのも飛んでるけど、うん、先手必勝。あ、無双アシュラ剣。あれ、この調子で行きたいです。使う前に倒してもたわ。我々が意外と強すぎたのかもしれません。ブラックファング、あー怖い。ケビンやったら多分覚えれる技なんやろうな。女神像があって、意外とあれか、あの CM で出てくるようなあの白いでっかい狼は今じゃないもんな。これだからもうボスとかなしで月のマナストーン触るだけで次のとこ行けるんやったっけ。ファーファーファー、月読みの塔、月読みの塔登らなくてよかったはず。最初は1階にマナストーンがあるんじゃなかったっけ。いや、なんかいるわ。あ、ケビンか。あら、アンジェラのところの。バカめ、あ、この俺様にかなうはずがあるまい。戦ってたんですね。あら、さすがはルガー様、お見事でございます。うん、こやつらの死体は私めが処理しておきますので、あら、お先にお城へお戻りください。死んじゃってるの？あの魔法使いたち。さて、今日もなかなかうまそうな魂を手に入れることができましたよ。死を喰らう男。消えて。答えられませんね。うん、食べたらしいです。足りないんですが、さすがにこっちの魂は仮面の道士様に献上しなければなりませんかね。はあ。最近ちょっと間引きすぎましたからね。そうなの？我が主仮面の道士様は独り言がすごいよ。聖域への扉を開くにあたり、禁断の古代呪法のために、うん、たくさんの魂を必要とされて、うん、ああ、誰に喋ってんの。こうして
私が途中でピンハネしているのがバレた。あら、殺されてしまいますよ。ああ怖いですね。もしもし。ああ全部聞こえてる。お、ケビン到着。おいや、おいや、獣人王のボンクラ息子のお帰りかね。誰がボンクラじゃ。お前カールの命戻る、嘘ついた。あ、ちょっと片言。へへー、バーカー、そんなのに引っかかるなんてまだまだガキってことよ。うん、ま、そういう単純なバカほど魂の味は格別うまいらしいです。カールの魂もウルフにしちゃ上出来だったわよ。よん、貴様カールやったね。あら、ケビン、ケビンちゃん、体動かない。あ思わぬご馳走にありつけたわ。おや、今お前の魂もカールの元に送ってやるよ。我々が私の腹の中にね。ゆっくり喋ってる間に我々が到着です。はい、残念。何あんたたち、人の食事の邪魔をするとは許しませんよ。うん、待て。お、俺がやってやる。ルガーが来る。ルガーと戦うやったっけ。ケビンの姿を見かけたので戻ってきた。ああ。ケビンだけはこの俺の手で倒す。お。その前にお前らから相手してやる。うん。ウォーミングアップにちょうどいい。ここが変だよ日本人。アメリカ代表。ケビン。自由に。ルガーは知らん。おお、ああ、らまあ、そしてこの音楽、行くぜ、なんか来るぜ。真空水月なんやら言うてますけど、いろいろ下ろしてよ、下ろしてけ。パワーダウン、ごめんな喋ってるところ。火力もダウン、これが強いのよ。リースちゃんはこれが強いのよ。光に進んでたら、あ、怖い、なんか怖い、なんかうふい。光に進んでたらみんなの火力を上げれるやつやから。何が来る、わからん。はい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 、やめてやめて、うちょちょちょ。その程度甘いわ。あ、アンジェラー。あれが、あ、ヒールライト覚えてるから俺便利。ああ、ケビンやったらあれ使えたんやろうなって思うわ。みんな回復だぞ。いいね、回復便利やわ。スザクなんちゃら剣が来るよ。お、はい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 、その程度。清流なんやら剣や、あったな。全部なんか全部覚えてるわ。よし、まだまだ回復しながら、今がチャンスです。行こうぜ。ズンズン、うん、アンジェラも意外と食らうようになってきてるから。ほら、どうよ、ボッコボコよ。ナイス。で、リースのあれがまた無効になってるかな。いっぱいダウンさせてこうぜ。誰かピンチ。うん、デュランヒールライト、俺に来る。俺やめてやめて、ヒールライト、まだまだヒールライト、うわヒールライト、うい、どうじゃ。もう回復を覚えたから俺は。ムーンセイバー、
別に月に弱いわけじゃないからね俺ら。大丈夫だーあ、ピンチピンチ、それはピンチ。はい回復。よし行くぜ。うんぬん、はいはいはい、はい、本気で行きます。よしモロタは俺らの勝ちです。へい、ナイスです。レベル上がっていきます。ふあら、覚えてらっしゃい。らっしゃい。のんきなキャラ。ルガー。え？ケビン。あれ？俺はお前が憎かった。ルガー、ここで死ぬんやったっけ？生まれながらにして、獣人王の後継者として、赤ちゃんに戻るやつや。奥義を教えられながら育てられたお前が。ああ。ルガー。ルガー。獣人王様から格闘奥義を喉から手が出るほど教えてもらいたかった、うん、だからお前のことが死ぬほど羨ましかったんだ、うん、しかし俺は一介の獣人兵、それも叶わぬ夢、はあ、ところがお前は争い事を嫌い、うん、せっかくの教えを無駄にした。俺はそんなお前が許せず、格闘技だけはお前に負けないよう修練したのだ、うん、だが実際はこのざまさ、うん、でもケビンよりは強かったんじゃない？ルガ、お前十分強い。獣神王の後継者、お前にこそふさわしい。そうやな、ケビン片言やしな。ケビン、ありがとうよ。うん。今度生まれ変わったら、お前と戦って、そして完全勝利してやるぜ。その日までに、できるだけ強くなっておけよ。これで確か、精霊が出てきて、ルガー、ルガー、月の精霊、あ、来た。おしゃぶりしてんのよな。ルナ、あなた月の精霊ルナね。ルナさん、あなた方が来るのを待っていました。うん、もちろん力をお貸しします。いいです。あっさり目つぶってる。ルナ、お願い、ルガを助けて。天使の聖杯は彼の望みを叶えてあげることだけならなんとかいけますか。生まれ変わるんよね。あら、もう思ってたよりでかいな。ダーとかいうサイズかな。彼の言葉通り、もう一度生まれ変わらせるしか方法はなかったの。ほんまに？この赤ん坊、ルガーか？そうよ、きっといつかこの子は大きくなり、あなたと戦うためにやってくるはず。その頃はケビンはジジイかもよ。ルガー坊や、おいら待ってる。はあ、いつまでもボコボコにされるかもよ。赤ん坊は無邪気ですよね。ねえねえ、大丈夫なの？あんな赤ちゃんが森の中に入っていって。獣人、うん、赤ん坊は皆森の中で自然に育つ。森の動物たちが赤ん坊を拾って育てる。うん、全然心配いらない。うん、これ獣人の常識。何？すごいわね。
お前片言やけど。ルナ、マナストーンは？この上のスクヨミの塔の1階にマナストーンはあります、うん、アルテナの兵士たちがエネルギーを解放しに攻めてきましたが、ルガーたちによって守られました。守られたんやったっけ。まだ無事だったのね。でもさっきの死を食らう男が塔の中に入っていったよ。そうです。大丈夫かな。あとを追って入ってみようよ。多分ダメなんじゃなかったっけ。その間他の獣人たちが来ないよう森の方で見張ってるよ。大丈夫。気をつけて。お任せしましたよ。月属性魔法の解放。ムーンセイバーエナジーボールハーフバニッシュ。どれもこいつらじゃ覚えないやつじゃなかったっけな。いきまーす。で結構レベルがまた3ポイント。意外とデュランの回復はやっぱ役に立つね。チャージアップあんまり、溜め攻撃あんまり使わんかもな。でアンジェラも精神は闇属性の被ダメージ 10%。 そろそろ違うの？魔法による被ダメージを 15% の確率でゼロ。運とか上げてってもいいんかな。いやでもファイヤーボールとかも普通に覚えたいもんな。この辺まんべんなくちょっと上げていかなあかん可能性が出てきたね。ピンチディフェンス、知性は上げていくとダウン強化か。やったら、クリティカル発生時 30% の確率で、ああこの辺もいいね。運も上げてみていいけど、先に精神上げようか。あ、反撃撃破 SP 生でいいでしょう。行くで。あ、おや、まだマナストーンは解放されていない。こんなマップやったっけ。マナストーンが塔の中に封印されているために、うん、塔を中心にこの森全体がいつも夜になってしまっているんだわ。そうなの。はあ、マナストーンってのは厄介な代物だな。めっちゃ守られてるよね。俺はこんな夜だけのところは真っ平だね。ところで、あの変な野郎はどこへ消えたんだな。うん、あの男、すごく邪悪な気配がしたよ。でも今はもうそれも感じられない。お、もうこの辺りにはいないんじゃないかしら。そうか。そうですか。謎の死を喰らう男、ナバールの美獣、そしてアルテナのグレンの魔導士、うん、みんなが聖域への扉を開いてマナの剣を奪おうとしている。三つどもえならぬ四つどもえやからね。俺らいるし負けるもんか。特にグレンの魔導士にだけは。ああ、そうね。残っているのは火の精霊のドリアードだけよ。うん、英雄王様がおっしゃっていたランプバナの森のどこかにいるというリオール村の妖精王様を探しに行きましょう。そこ行くんちょっと難しかったんじゃなかったっけ。で、レベルは38とかそれぐらいにならないとクラスチェンジまだできひんよね。まだ大丈夫です。そう、それもいいかもね。サボテンがいる。こんなところにも。でもこれでおかげで 10% 安く買い物ができるね。ここで見つかるとは思えんかった。いいものあげる。もらったってことでいいよね。そう、扉が閉まってるから結局ここのマナストーンはだからこれだけをね
じゃあこのまま次はランプ花の森、その場所を探さなあかん感じですね。看板、この先ビーストキングダム人間お断り。あーそっかそっか、月夜の森のこっち側にビーストキングダムがあんのか。でも確かケビンかシャルロットが主人公じゃないと入れへんやつよね。ごめんな寝てるとこ、なんかちょっと心痛むわ。来たぞ。ここはでも入れないよね。アンジェラのあそこに入れなかったのと同じような感じですね。さよなら。じゃあ帰りましょう。そこそこお金も貯まったんじゃない、さっきよりは。なんか買えるようになってますかな。いらっしゃい。13,000。揃えてるよ。まあまあいいんじゃないですか。アンジェラちゃんたちの買ってあげたいけど、またのお越しを。待ってな、まずはやっぱリースの火力を。ああめっちゃ上がるしな。妖精の槍頼むで。で、あと買えるものをちょこっと買って。なかなかの、アンジェラよりはリース。でも意外と買えそうです。大事にするわね。オッケー。またのお越しを。みんなの分買いましたわ。これでなんとか。月夜の森の次はランプ花の森。そこに行って強い敵が出てきてもまあまあ大丈夫でしょう。よし、このままじゃあランプ花の森次は向かう感じでございますが、この続きまた次回プレイしていきたいと思います。もうすぐフェアリーが手に入るんじゃないですか。それではまた。よろしくどうぞ。